どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ウィースポーツリゾートの自転車ロードレースやっていきたいと思います。自転車ロードレース、ウィーリモコンとヌンチャクを交互に振ってペダルを漕ぎます。いつスパートをかけるかが勝負の分かれ目ですとなっております。はい、一人で行きます。はい、平らなところ置いてるよ。認識して。オッケー。設定。ファーストステージレースいきます。前回なんですけど、ほぼ島一周コース、ごめんなさい、ちょっと感じちゃった。ほぼ島一周コースで、まあ、2位に終わってしまいまして、非常に残念だったので、今回1位を目指します。えい。はい、ベストは2位の、2分34秒40という感じですね。今、熟練度が47となっております。さて。勝つよ。はい、こんなコースになっております。長い。勝つよ。下り坂でどうやるかってところですかね。そこが勝負の分かれ目かなという感じですね。行こう。前回ちょっとあまりスパートをかけるのが、まあ、遅かったので、あまりスパートをかけるのが遅いというか、すいません、スパートをかけるのが遅かったので、まあ、今回はちょっと最初から飛ばし気味で、そのライフというかスタンダーゲージがちょっとまあ減っていくんで、そこをちゃんと考えながら頑張っていくんですけど、そんなことみんな分かってはいるでしょうけど。トンネルを抜けたら横風が来ますと、風に煽られないように注意しないといけないですね。当てられてきてる。はい、この先左の曲がり、左曲がりか、坂はちょっとスタート、うおっとやばい、よしよし、スタミナが回復してきた。風が、あ、バナナ、よし、バナナ、おー、やべ、バナナ、うそー、やばいって、バナナだって、けど5位、よし、ゴールはもうすぐ、赤くなるぞ、よーし、スパートかける、1位です。あー、やばいやばい、頑張れー、1位。はい、途中バナで滑った時どうなるかと思いましたけど、なんとか1位になることができました。ナイス、はい、ナイス、ありがとう。はい、まあ見事1位になることができましたので、今日のところはこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、できましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回。